マガジンチャンネル伊藤美茂座高校一年生ただいまー美茂ねーいるやっほ伊藤テレサ小学六年生ねえ美茂ねー聞いて ねえ、ミモネってばテレサ私決めたエモン眠っていたみたいな億万長者になるなにってるのミモネ<タッ>すぐお金のことばっか言うんだからむむえだって海外のラッパーってすごいお金持ってるらしいの金のネックレスつけてクソデカ車乗って すごい偏った検索してる他にはラッパーに憧れるとこないのあるよラッパーが歯につけてるやつグリルって言うんだけどさ、うん、高そうだよねうっとり結局値段みもねラッパーになりたいのはっ いや、無理無理無理人前に出るとか考えただけでしょんべんちびるって景品だな言葉遣い現に今も想像して腰抜けてるし雑魚すぎるでもさ今時人前に出なくてもいいじゃんネットにオン上あげてみたらいや曲なんて作れないけどなぜドヤ顔 別にライブしたいわけでもないし曲作りたいわけでもないしとにかく大金ゲットして一生グータラしたいだけなのなんて恥ずかしい夢なんだあそうだみもね聞いてよ今日学校で友達がさ あっみもねえは学校どうだった最近は宝くじが当たった妄想をして孤独に訴えてるんだけど<笑><笑>それで落ち着くの今日は久々にクラスメートに話しかけられたの何聞いてるのはえよかったじゃんみもねでもお姉ちゃんね 2週間ぶりに話しかけられたもんだからフリーズしちゃってそのままお姉ちゃん早退したの大丈夫メンタル弱っ積んでるでしょお姉ちゃんの覚醒生活みもねいい子いい子というわけでテレサさんもうおわかりですよねんお金貸して崩す テレソは私が憧れてるようなキラキラ学生生活を送ってるんだからさこの際マネーの方のキラキラでいいから分けてよあげゃー私小6だよお願いどうしてもパソコン欲しくて私お小遣い13ヶ月分前借りしちゃったの、えー、自分の みもネのクズっぷりにも困ったもんだ昔は頼れるお姉ちゃんだったんだけどなテレサをいじめるな勇気を出して話しかけてみたらきっと友達だってできるよみもネくくくく寝ちゃった。 もとも友達ができれば妹離れできると思うんだけどにわかでもいいからラップ好きな友達とかできたらいいね翌日みもざそろそろ起きなさーいねむ、まあ、ねママよいこチャイムまでにわかるね テレサ土曜は私と一日遊んでくれるって言ったじゃんまさか他の女と遊ぶ気身もねーも早く友達作りな行ってきまーすうん分かってたいつかこういう日が来ることぬいぐるみ総出で慰めてもらってる こうしてる間にテレサは他の女とよろしく。やってんのか？あー、むしゃくしゃする。歯にグリルつけてーくー。お母さんお小遣い。また前借りできないなんで。兄ゴッドって書かれた。グリルつけたい。よくわからないけどダメ？ 空からお金降ってこないかな降ってくるわけないかうんそうだ降ってこないなら逆に…うん。うーんここの自販機もないか100円くらい落ちててもいいのにな伊藤さんとこの… 何やってるのかしらはっき、近所はまずいチャリで遠くの自販機まで行こう遠くかせっかくならラップでも聴きながら行くかちょっとワクワクしてきた小銭拾いの旅に出発だフフッはこれで。<laughs> 100個目の自販機。小銭だと思ったら、ゲーセンのコインだったり、ここまで、いろいろあったけど。んこの自販機の殻、エモネムのアルバムジャケットに似てるかも。いける。縁起がいいぞ、この自販機よーしあーはっ し抜けた<笑><笑>エモ眠って人も最初はこうやって少しずつ稼いでいたのかなただいまふん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 お鼻歌おかえりてるさ。 みもねご機嫌だねできたなえくっそっ <laughs> そうかな早くお風呂入りなさいお風呂めんどいあ、毎日入浴することはむしろ健康に悪いっていう研究があるらしいよいいから服脱い お風呂って入るまでがめんどくさいけど入ると気持ちいいなー、はあミモネあテレサいつからいたのそうやって綺麗にしてれば可愛い,いのに、うんうんうん、かか愛いくなんてないっつのハードコアだから私おこなミモネも可、ね、愛いいねからかうな小6のくせに